年間どのくらい行ってんですか？週1行くようにしてます。すごい優しい。うちなんか4時間ぐらい水飲ませられない。水を自由に飲めること。はい、ここからは愛犬と旅する人と車を深掘る犬旅マニアのコーナーでーす、うん、はい、このコーナー私大好きです。あ、はい、いいですよ ね、 いいよね。ほっこりしますよね。そう癒される、ね、そうだよね、はい、癒される、はい、そして今回のゲストはですね、うん、吉田なるさんと愛犬のパフェちゃんとあられくんです。いいですね。よろしくお願いします。吉田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に紹介してくれるの、はい、吉田さんがね、うん、犬旅を楽しんでいらっしゃる車はこちらなんですが、うんうん、これミニクロスオーバーですね。またいい、はい、なんかセンスのいいね、車になりますね。うん、これね、あのそれこそクラブマンなんかよりもね、背が高いし、うん、なんか乗りやすいですよね。そうですね、やっぱ山に行ったりキャンプに行ったりっていうする目的もあったので、うん、クロスオーバーでやっぱ足腰しっかりしてる方がいい。これ4駆ですか？4駆です。おすごい。おまたいい車だなこれは、ね。そもそもなんでこうワンちゃんと旅を始められたんですか？うん、あ、この子たちが11歳と9歳になりまして、うん、まあもう今を逃すと、うん、もうタイミングがないっていうところで、ちょっと仕事ばっかりしてないで、うん、この子たちとちょっと思い出作りをしたいなっていうところがきっかけです。なるほど、ありがとうございます。ね、なかなかさ、みんな思うけども、うん、できないよね。え、仕事は何してたんですか？仕事はヨガのインストラクターを今でもあのしてます。そうなんだ。割と自由が利くお仕事なんですね。そうですね、あの自分で会社をしているので、うん、あの多少こう抜けて山に行ってもまあバレない。あ、え、どこ行くの例えば？大抵丸2日休みが取れるということはないので、うん、午前中仕事をしてその後キャンプに出てっていう感じなので。キャンプに出て泊まるの？泊まります。年間どのくらい行ってんですか？週1行くようにしてます。すごい行ってる。結構行ってるわ、うん、泊まるってどこへ泊まるの？泊まるのは、車中泊のこともあればテント泊のこともあります。でも旅館じゃなくて？あ、そうですね。え、誰と行くの？一人で。ワンちゃんと。ってことは自分でテントも、はい、張るの？はい、全部自分で。え、テント泊の時はワンちゃんたちは？テント？テントです。うん、できるできる。全部一緒なんだ、ね。そうですね。あの寒いじゃないですか、冬は。はい。そういう時はどうしてるの？寒い時は車中泊だったら、まあ、言うほど寒くないので、うん、今あのあったか素材のこうさまざまなブランドさん出してますけど、うんうん、あったか素材のこうやつを20、30に着て、うん。あ、そんなもんでいい。例えば電気支給とかね、はい、そういうものは使わないの？テント泊の場合はちょっとマストになってくるので、うん、テント泊の時はそうですね、あの電気毛布とかあと石油ストーブとかちょっとつけたり消したりしながら入れます。死んじゃうよね。死んじゃいます。死んじゃうね、石油ストーブは。ということは冬は車内泊の多いの？そうですね、寒いところに行く時は車内泊の方が多いですね。かっこいい。週一だよ、週一。いや、すごい、うん、それは楽しいよね。で、楽しいですね。ただやっぱ一人なので、うん、結構大変で。あ、そう。こう、何が一番大変？何が一番大変だろう、トイレかな。あ、トイレに行きたいけど犬どうしようみたいな。女性だから特にね、シチュエーションの時にちょっと困ることはありますけど、まあでも何もならなかったことはないので、うん、なんとかなります。うん、愛犬に嬉しい車のポイントというのをちょっと書いていただいておりますので、うん、よろしくお願いします、うん。こちらです。水を自由に飲めることです。これは、まあ、そもそもそれだからこれを買ったっていうわけではなくって、うん、これを買ったら配置、あの座席の配置とかを調整したら犬水自分で飲めるやんということに気づいて、それが先ほどもお伝えした通り私一人なので、こう運転しながら車線変更とか気にしながら犬が水欲しいって言った時に水やってってもう手が足りないので、犬が水飲みたいという時にはもう自分のタイミングで勝手に飲んでくれるの、すごい助かる。なんかコップみたいになって入るってこと？なってます。ちょっとそこ見せていただいていいですか？ちょっと見せていただきましょう。それはどういうことですか？あ、こちらですね、まあ、人間のドリンクホルダーなんですけど、犬用のポータブル水飲みトレーみたいなやつをちょうどはめられるっていうことに気づいて、それをはめて座席を一番下に下げて一番前にスライドすると、もう犬が勝手に水飲みたいときにそこで直で口をつけて飲んで、まあ、またいい子に戻る、また飲みたくなったらまた自分で
飲んで戻るっていうことができるので優しい水飲み休憩のために、ね、優しいね優しい、うちなんか4時間ぐらい水飲ませられるいい子にしてられるのすごいですね。 いい子どころじゃないですよ、うちのはもう寝ちゃうから。素晴らしい、うちのはすぐ寝ちゃう、車に乗ったら。ちょっとうちのワンコたち水欲しいと、水欲しいってちょっと言ってくるんで、うん、あ、そう、そうすると、ね、夏なんかね、いやでもなんかすごいな、ごめんなさい、ここで寝てるわけでしょ。車中泊でどうやって寝るの。車中泊は後ろです、はい、ね、これここで開けてるわけだよね。これで、うん、もう私しかいないのでこんな感じで。これ痛くない。え、これを引くんです。あ、4枚、うん、ヨガマットじゃん。ヨガマットだ、ヨガマットだ、はい、さすがヨガの先生、うん、これは本当はもっと熱い空気で膨らむやつが欲しいんですけど、はい、車を買ったらお金がなくなってしまって、うん、ちょっとまだ買えないので。なるほど、あるものを有効活用ということで。これでもこれだったらいいんじゃない。これ4枚引くと、ね、もう十分です。これはほらフルフラットにならなくて、はい、ちょっと向こうが斜めになりますよね、はい、うん、これってどうなの、ね、関係ないの。え、全然気持ちよく寝れます。あー、そうだ、意外となんか、うん、鈍感でいいねダメですかいや、そう、なんか斜めになっていくだからさ、え、鈍感でいいね、神経質な人ってそうそうそう、平らな、そうね、平らなところじゃないと寝れないっていう人いるじゃない、うん、俺なんかまっすぐじゃないと嫌だなと思うけど、でも俺もそう、はい、こんな斜め嫌だよね。嫌だよね、だからさ、鈍感力あるね。鈍感力高、めっちゃ高いかもです。高いよね。気になってこと1ミリもない、ね、これからの夢は、これからの夢、うん、え、もう1日も長く一緒にいること。そうですか、はい、うん、それはそう、楽しんでください。楽しんでください、はい、では吉田さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか、はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対してまあチューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト、ブレス、ああ、ブレスさんですね、はい、板、ね、金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。